今回はパトリシアを使って匂いの吹き溜まりについて解説します。右側の草むらへ前もって生々しい鳩の匂いのみつけておきました。包丁器を設置して15分以上経過してからパトリシアをスタートさせました。この場所は前もって、鳩の足を持って羽をバタバタさせて、鳩の匂いだけをつけた場所です。ここでは少ししつこそうに感じたので、コマンドによるハンドリングをしました。この場所は鳩を入れた包丁器を設置してから15分経過しているので、ゲーム臭が風下の草株につきあたりに老いがこもっているので強く反応します。ここではコマンドを送ることなくパトリシアの自主性に任せてみました。少し時間がかかりましたが、うまく否定できました。追伸、今から12年前のことです。数十年ぶりに全寮高知県支部予選へ出県しました。競技はゲームのいない物部川河川敷のワンコースで行いました。後に支部総会へ出席しており、高知県支部で開催する競技会において要件、弱件、正件の全部門に包丁ゲームを提案しました。しかし応見に包丁ゲームは必要ないとのことで却下されました。
弱権と政権のみ予算を鑑み、うずらを使うことになり、現在に至っています。つまり、右権はゲームに対するバードワークの必要はないということらしいです。しかし、私個人的な考えは全く違います。私のエルフィューポインターたちは右権でありながら、ポイントも、飛び込みも、バッキングも、ゲームの見送りも完全にやってくれます。むしろ右権だからこそ、煩悩による弊害に左右されないで、血統的特質が開花できるのです。この早期訓練の必要性についての研究資料を紹介します。Amazon で販売しています。